一番覚えるの難しいとかって曲ってない。なんかね、ない。なんか泉がやった三公演は比較的なんかそんな難しいっていう難しい曲はなかったかな。でも苦戦したのはボーリング願望の足が逆になっちゃうっていうやつね。なんか足が逆になっちゃったんだよね、練習してる時全部。あのサビボーリングのね、足がねみんなと逆になっちゃうっていう現象が起きて、それをね克服するのにねちょっとね苦戦したってぐらい。別に振りとか覚えるとかのは全然何もなかった、全然何もなかったですね。投げるフォームで、うん、なんか普通にこうやってさ、こうやってさ、あの走ってるじゃん、ボーリングをしようぜって、あの足がね逆になるの。多分最初の踏み出す方が多分逆だったんだよね、わかる？そうだから全部逆になっちゃってるんだけど、まあ大丈夫、本番は本番とかっていうか普通に克服してできるようになったから。そう、なぜわかんないわかんない、なんかたまにそういう現象起きる泉。でも覚えるの難しかった曲とかはない、ないかな。なんか比較的なかった難しい曲が、泉が出る公演は。なんか逆上がりの人たちめっちゃ苦戦しとったけど難しいって言って、なんかの曲でも泉が出る曲公演はなかったかな。バレリーナどうだった？泉ね、ちょっとラッキーなことにですね、あのバレリーナ2番からだったんですよ。あのナイツミーチュー出てたから2番からだったのよ、出てくるのが。だからあの難しくなかった、全然。なんか1番とかは難しそうだけど、難しそうだなと思ったけど、2番全然ね難しくなくて、そうラッキーなことにだから全然なかった難しいの。タワー来たね。あ、これか。ありがとう。これタワーなんだ。また進化してるんだね。すごい、初めて見た。ありがとう。ありがとう。なんかちょっとやらないうちにショールームってすごいなんかいろんなアイテム増えるね。ありがとう。つま先立ちみたいな平気な、うん、割りかし平気割りかし平気です。ラッキーさんだったかな、後輩が頼ましいって言ってたよ。本当ありがとうございます。やったねー、よいしょ。セット楽しかったな。なんかね自画自賛するけど、あのリセットのさ、なんだっけ、毒グモとさオケラとかの衣装あるじゃん、あれめっちゃ似合ってるくない？自分あのアーカイブ見て思ったの、あれ似合ってると思った、わりかし似合ってたあの衣装、びっくり。お、つなった。ちょっと見てくる本当に。大富豪も一歩ずつ上がってるね。本当ありがとう。そう、大富豪ねやってるんですよ、あのテレビ番組に出演したくてやってるので、国
ここにこれを見てくださっている人の中で大富豪をやってて、でも推しメンは何も参加しなくて僕空いてるよっていう人はぜひ中村泉のカードをね入れて大富豪してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村も頑張っているので。そうなんかね、すごい上のなんかさ、上のさ順位のさ人たちのさランキング見るじゃん、なんかその人の中のランキング見るじゃん、なんか桁違う人いるよねすごいなと思って、えみたいな、どうしたら ここまでなんかこんな桁を出せるのって思うぐらい桁がすごい人がいて、なんかすごいと思ったもん。どうしたらそんなになんかできかポイントっていうか稼げるのってちょっと教えてほしいなってすごく思いました。すごっと、ずっとやってたのにさ、えみたいな、嘘みたいな、だったらなんかさカードをね結構育ててるんですけどね、すごいなって本当に思う。でさ泉さ、ガチャ回してるんだけどさ、あのコイン貯まったら自分がね1枚も出ないの。あれ今回のガチャっていうのかな、今回のガチャだとなんていうんだっけ、特攻みたいな、なんていうんだっけ、下のなんかね、特攻ではないか、なんていうの倍率なんかあれ、そう特攻か、あれ多いよね。だから欲しいなと思って、そう比較的さメンバーとコイン溜まりやすいじゃん、だから溜まったら回してるんだけど出ないの自分が1枚も、へーみたいな。だから今まあ普通に自分のねカードでやってんだけど、全部あるカードでそうやってるんだけど、へーみたいな、なんでみたいな、ちょっとメンバーなんだからもうちょっと出してくれてもよくないみたいなちょっと思った。そう出ない、一水力、一押し力だ、なんで泉水って呼んじゃうんだろう、一押し力はね、もうそんな高くないの、そうそんな高くないんですよ、だから出したいんですけど出なくて、ピエンです。1100何十何ぐらいしかなくて、だからもうちょっと上げたいのに出ないんですカードが、ピエンっていうメンバーハートいっぱい持ってるの羨ましい。そうなんです、ハートには困りません。あのハートさ 3個並んでるやつあるじゃん、あれが最初500あって、でそれが200切るとまた500まで自動的に回復されていくから、もう使い放題なんですけどハートは、ありがたいことに。だからそれはめちゃめちゃありがたいけど、カード出し、カード欲しいですそうね、でもゴールデンタイムでハート10かけるね、かける、そう無限ですよハートは無限です、メンバーは。でもコインとかは全然無限じゃない、まあたまりやすいけどね、コメントとかにハート押してくれてそれ変えたりしたらもらえるし、機種変に失敗して一から直してる、それはピエン、それはピエンだ、そう200切ってちょっとしたらなんか500に戻ってる、コメントはこまめに変えとるん、こまめ、なんか1日1回とかかな、変えるの、まあ、2回変えてる時とかもあるけど、だからなんか髪の毛がさ
コメント買いまくればコインも。いやでもあのいいね押してくれないとね意味がないので、そういいねが100来たらあの 1000コインだから10倍か。髪巻いたの美容室いたの今日。こんばんは。うんうん、いいねします、ありがとう。そうぜひね、もう一回言うけどこれを見ている人の中で大富豪やってるけど推しメン何もやらない何も参加してないよっていう方はね、中村のカードでぜひやってください、お願いしますお願いします、協力してほしい、お願いします。バラエティー出たね、そう自分が好きなことやれるんでしょ、やりたいことあるもん、そう言わないけどやりたいことあるんですよ。昨日は泉ママと対戦しました、ありがとうね。ママもめっちゃやってる、だから泉より多分ねランク上だと思う。泉さ全然ランクさ、なんか今まであんまりさやってなかったからさ、たまにしかやってなかったからさ全然弱くてランクが泉より絶対ねランク強いと思うよママ。たあのそうでこの前さミオがねあのママと当たって、そうミオがね LINE してきた、イズリーママ強すぎって LINE してきた紙面参加しているけどセットするね、 ありがとう。ゆずりはねつなら対戦したことあるね、でも全然やってないよお姉ちゃん、もう全然やってないですねゆずりママ現在ランク116、すごっゆずり、そのねいや半分以上はあるわ、半分以上はあるけど100もいってないもん今、60なんだろうなんかだから60後半かな、そう全然ね弱いんですよ。まあこれから上げていければいいかなと思っていますね。ミオねめっちゃ200何歩でしょランク、だってめっちゃやってたもん、あのハワイの時、ハワイのなんだっけ親善大使みたいな、なんていうんだっけあれの時ねずっとやってた、すごいなと思って。そうだからいずれもとりあえず目指せ、ま、なんかさ滑舌よ、とりあえず目指せ100、うん、頑張ります。いずれ深夜は何時までやってる、何時だろう、でも前やったのは3時とかやってた、1週間くらい前かな、1週間も前じゃないか、ちょっと前4日の日かな5日の日かなくらいは3時くらいにやってたよ。もう最近は3時とかまでやってない、全然やってない、そんな夜中までやってない、寝てる。深夜のが対戦レースだけ高そう、いやでも最近深夜はやってません、寝てます、寝てるからやってないですね。やるとしても多分12時ぐらいまでしかやってないかな、うん、やるとしてもなんかあの日はなんか
謎にやなんか3時とかやってたのなんか寝れなかったのかな、なんかやってたの。そう、え、なんかさ、なんかさ、大富豪を、大富豪とさ大貧民だとさ、なんかもらえるポイントとかって変わるの？ポイント？なんていうの？謎なんだよね。変わる？一緒？配給ある日は夜更かしなのかな。そうです、配給見ようと思ったのにね、寝落ちしちゃったの数日前。そうそう、あ、違うの？あ、やっぱり違うの？やっぱり違うんだ。そっかそっかそっか、そうなんだ。本当だね、だいぶ違うね。あら、結構ね、だいぶ違うんだ。いや、無理にでも大富豪になった方がいいのね。だからかな、全然ポイント上がらんなと思ってたの。だからかな。えずみさ、大富豪より富豪の方が好きで、だからなんかわざとさ富豪になったりするんだけどさ、やっぱり大富豪になった方がいいのね。無理やり、無理やりっていうか意地でも。ベッドしてる、毎回してる、最大してるね、毎回。だってハートいっぱいあるもん、わざと負けた。え、なんかさ、大富豪さ都落ちさせられたらさ、うん、なんかさ嫌じゃん。だから富豪になってた、わざとまあ普通に大貧民とか貧民の時もあるんだけど、まあ、大富豪になる時もあるんだけどね。そう、そう、まあ、大富豪になろう。でもさ、一番さ、なんか大富豪やっててさ、なんかあーってなるのがさ、なんかあの自分が大富豪でなりすましの富豪を使った人に身を凍ちさせられるのが一番なんでってなるなんでってなる、いつも。いつもなりすまし使おうかな、いっぱいあるんだよね。わかる。なんかさ、謎にさ大富豪なのにさ、ジョーカーもさ2も来ない時あるじゃん。なんかへえってなるよね、そういう時。なんでってなるちょっと大富豪なんだからせめて2ちょうだいよってなるもん。謎に来ない時ある。よく反則負けしてしまう、ありゃ。え、ねえ、ちょっと質問があるの。なんか普通の状態で、ん？普通の状態の時から、あ、違う、革命してる時あるじゃん、革命の状態で、革命の状態で2を4枚出して革命返しして上がるのって反則になるの？それはもうあの普通の時の倍のルールになるの？それとも革命の時の倍のルールなの？で、革命の時は2出しても大丈夫じゃん。でも普通の時は2出したらダメじゃん。それは反則になるんだ。なんかどっちなんだろうと思って、どっちのルールになるんだろうと思って。反則なるんだ。なるほど。セーフ？反則？どっちだ？なんかどっちなんかどっちなんだろうってずっと思ってた
反則か、やっぱ普通になるからか。革命時のままやったらいないね。経験してます。なるほど。大富豪課金してないです。ネズミは歌って、やだ。実際反則だったらしいので、反則らしいです。そういえばさ、この服さあ、見えてないか、よかった。この服さ、あのこれさ、夢の国のキャラクターだった。見えてなかった、よかった。あ、見えるかも、危ない。そう、夢の国のキャラクターだった。時々映ってますよ。あら、どうしましょう。ちょっともうちょっと近くして映らないようにしないと。夢の国はね、ダメですね、映ったら厳しいので。明日は配信しません。それまずいの、まずいですね。夢の国はね、一番まずいですね、著作権が厳しいので、まあ、インスタとかツイッターとかだったら大丈夫なんだけど、ね、次の配信はね未定ですね。星がうまく隠してる、ありがとう星、ありがとう。お腹すいた。30分までするね。30分になったらやめる。ご飯食べる。お腹すいた。今日は何配信ですか？美容室行ってきたよ、配信。何食べます？ね、なんかめちゃめちゃ久しぶりになんか餃子が食べたいってなって、そう、餃子買ってきたんですよ。だから餃子を食べる。めちゃめちゃ久しぶりに食べる。マニチュアイドルだった頃懐かしいね。懐かしい。え、もう1時間経ってるの？知らなかった。すぐ経つね。ショールームしてたら時間すぐ経つ。自分では作らない。なんかさ、なんか作れるけど、なんかそんな量食べないから普通に買った方が安いなっていう感じかな。そんなに食べないので、めったに餃子も食べないし。ご飯炊いた？炊いてない。ご飯食べない、白米は。今日は食べません。今日は餃子食べるので。オムライス美味しそう。バーミヤン行ったことあるよ。もうだいぶ行ってないけどね。メール来た。ほんと1時間かかった？1時間以上かかってるね、メール。あれ、あれだよな、髪の毛染めたよっていうメールだと思うんだけど、帰宅したよみたいな。めっちゃかかったね今回。餃子のみ、餃子のみです。今来てた。うん、今回結構かかったね。なんかあれだよね、メールさ結構すぐ届く時もあれば遅い時もある、いろいろありますね。
あ、そうそう、21時からやりますよ、大富豪。21時からは毎日やる。21時にやらないともうね、稼ぐ時がないですね。ひずちゃん、お酒は全然飲んでへん？今月飲んだんよ。12周年終わった日に飲んだ日に、なんか久しぶり、なんか2ヶ月ぶりぐらいだったんだ、なんだけど、なんか飲みたいなと思ったからコンビニで買って飲んだ。最近ゲームしてる？大富豪してます。日本酒、全然違う。普通にストロングゼロストロングゼロの何味だっけ、あれ。グレープじゃな、グレープフルーツなんだっけ、レモンじゃなかった、なんだっけ。飲みました、一人で飲みました。でも半分ぐらいしか飲んでない半分ぐらいしか飲めない、飲めないってこともないけど飲まない。なんか飽きちゃう、すぐ飽きちゃう。別になんか 3口4口ぐらいでね、飽きちゃうんだよね。なんかもういいかなってなっちゃういや、パイナップルじゃなかったな、ダブルレモンかな、なんだっけ、なんか柑橘系だった。でも レモンじゃなかった気がするけど、なんかだった。なんでストロングゼロにしたん？なんかゼロじゃん何がゼロだったっけ、あれ、糖質だっけ、なんかがゼロじゃん。だからそっちの方がやっぱり太りにくいかなと思ってそうした。ストロング飲め、甘すぎるやつ飲めないの、逆に。なんかお酒弱いくせに、あのね、甘すぎるのね好きじゃないのよ。ちょっとさっぱりめの方が好きなの、私。糖質とプリン体制か。あ、ね、わかる。ストロングゼロめっちゃアルコールの匂い、アルコールの匂いするよね、わかる。あ、皆さんちゃんと、私二十歳なので、あの大丈夫ですよ、ちゃんと二十歳なので。ほろ酔いも甘いなってなっちゃう。別に飲めるよ、嫌いじゃないけど甘いなってなる JK じゃないです、二十歳ですお酒弱いんですよ、中村JK やと思ってました、本当？二十歳ですね、ウーロンハイ飲んでみたい。そう、あ、ハイボールね、ハイボール飲んだことあるわ。でもなんかまだなんか、そなんかなんて言うんだろう、めちゃめちゃお酒っていうお酒、日本酒とかさ、焼酎とかハイボールとかビールとか、そういうのはさ飲めるけど、なんかまだ美味しいとは感じない、そうっていう感じですね JC だと思ってました、それは嘘それは嘘です、それは嘘だと信じたい信じたいです。もう飲んでます、飲んでないです。
セブンイレブンの白ワイン安くて美味しい。そうなの、まだワイン飲んだことないんだよね。サングリアおすすめ。サングリア、チーズ最高。シャンディーカフ、なんか聞いたことある。ジンジャーエール好きだよ。美味しいよね、ジンジャーエール。ビールとジンジャーエールでシャンディーカフ、イントネーションわかんない。炭酸好きです、めっちゃ。芋焼酎とか飲んだことない。まず飲みやすい、あ、30分だ、飲みやすいわけからね。もうそろそろ終わろう、お腹すいた。それじゃ終わります。ありがとうございました。今日は髪の毛を染めてきましたよという報告でした。ほら、バイバイ、ありがとう、またね、みんなもご飯食べてね、バイバイ。切ります。ここか、切ります、バイバイ。